はい、こんにちは、すくうきわかめと申します。それでは今回は単発のアイワナですね、こちら初見殺し避け隊をやっていきたいと思います。まあタイトルの通りであれば初見殺しがたくさんあるんじゃないのかなと思うんですけれども、今のね僕にとっては初見殺しですら癒しになるんで、今回はこちらを遊んでいきたいと思います。まあそんなに難しくはないと思うんでね。じゃあセーブデータ 1,2 データを作って、じゃあ難易度はミディアムでいきましょう。え、ちょっとさ、この段階でもう初見殺しがあるって、おい、ミディアムに入れてくれ、入れさせてくれ。もよし、できるだけ死なずに進もう。死亡回数に応じてランクが出ます。はあ、どれか文字落ちてきたりってことはない？できればね、避け続けていきたいんだよな、かかんないで。なさそうですね。難易度選択でのミスは含まれてないので安心してください。はあ、まあいいや、とりあえずここは何もないと信じて。よーっしゃ、じゃあ行きますか。いよいよスタートですね。チュートリアルステージけど、油断すると文字が落ちてくんじゃない？これいよいよ、はい、油断はしてないよ。もうすでに疑心暗鬼だよ。あれ、何もなかったですね。まさか針が飛ぶなんてことはないやろ。飛ぶんだろ、これは乗れるわけではないと。飛ぶんだろ、はい、戻ってくんなよ。よーし、避けたぞ。はい、針がスライドするとかさすがにないわ。スライドすんだろ、はい、避けたぞ、戻ってくんなよ。あー、この部屋の床消えそうな気がするわ。どこが消えるんだろう。あう、あう、あぶね、どこまで消える、あぶね、びっくりした。もう行こう、もう。よっしゃ、あ、この配置は本家ですね。あぶね、お前落ちてこない、落ちてこない、あう、落ちてくる。はい、こいつが落ちる。お前は大丈夫、あう、はい、はい、はい。これどうすりゃいいんだろう、この間でやり過ごすとかあんのかな。駆け抜け無理だな。多分リンゴとリンゴの間でやり過ごせってことだと思うんで、こ、お前は大丈夫、お前は、あう、あう、こう、あう、お前は、お前も、そう、もう全部疑ってはいるんだけどな。はい、行っちゃう、あぶね。で、お前も大丈夫かな、これ多分上に来るでしょ。はい、で、お前も上に来る、はい、お前も来るね。どうせお前斜めにとか来んなよ。あれ、あ、来ますね。で、お前、え、お前下なの、ん、あれ、どこ、右に、あ、右ですね。あ、孔明の罠がありそう。はあ、ん、あう、はい、いやー、ここもか。なんか下にルートが今出たな。ってことは、普通にじゃあノーワープに入れっていうことで良いかな。よっしゃ、あ、これはなんだ、なんでもなく、あ、今のでじゃあ左ルートが終わりってことですかね。じゃあ今度はこれで真ん中行こう。プレイヤー、そうきたかーってな感じのステージ、もう全部そうだわ。く、ダメだ、落ちる。お前じゃないんだろ、落ちんのはお前ではない。あー、全部、まさかの全部。はい、戻んなよ、行くぞ、飛んでくんなよ。よし、飛ぶ、何が飛ぶかだよな。はい、あう、キッドくんが飛ぶのか。じゃあもうここは飛んでくわ。はい、じゃん、くそ、はい、くそ、今のは悔しい、こういうことね。はい、で、たまにある、めんどくさい、やはりほんとめんどくさいよねこれね、もう。そうなんの、
もうただの上下ですらめんどくさいからさ、これ降りて、あ、降りてくるね。で、あ、2回目はもうないの。よっしゃ、ああちょ、あ、うわ、あはちくしょう。で、ちょっと、はいはい、はい。で、ここで上下張りになるから、あう、はい。で、上下張りになるから、こう。オッケー、いったいった。上へ参りまーす。って言って、ちょっと待って。おー、ちょっ、にゅっ、いった。あ、これで真ん中もクリアですかね。あう、あう、ちょ、危ね。やめてよ。いいね、なんだかんだで避けられてる初見殺しもあるんじゃないでしょうか。通常ステージっぽい感じ。針や足場をよく見て進もう。はあ。あう、針ってそっちかよ。あの針の文字にやられたから、畜生。はい。あ、ほんとだ。なんか、通常道中っぽいな。あ、え？これ、EV 超えれば、すぐ行けるよってことなんだろうけど、あえてね、普通に進んでいきましょう。はい。よく見て。はい。大丈夫？大丈夫？大丈夫？行くぞ。はい。あう。にゃー、斜め。はい。これ死にたくないな。あう。ちょっと危ね。行った。はいはい。ここなんかあるな。はい。ん？下も行けそうだけど、上なんだろうな。あう。ちくしょう。はいはい。そこも消えんのか。はい。飛ぶなよ。飛ぶなよ。ここも、あう！こっちが抜ける。はい。お前飛ばないか。どこが消えっかだよな。うわ、危ね！いっちゃえ！ダメだ。これ罠だ。ってことは、どうすんの？あう！あ、これでいけたかな？はい。よっしゃ！あ、はり。あう！危ね！はい。いいよ、いいよ。なんだかんだいけてる。あう。はい。あ、もう二段ジャンプ使っちゃうとダメか。オッケー、わかった。はい。で、こう。ここ早いね。はい。はい、よく見て。よく見ていくぜ。はい。あ、またこれか。はい。え？何もなければ。こっからセーブは？あ、できますね。はい。そんなにね、難しいことはないと思うから。あう！あ、この青いのがどこまでも追ってくる感じだな。はい。次はどこ？あ、危ね！で？やばい！いっちゃいっちゃ！嫌な予感しかしないから。おっしゃ！セーブ！ちょっとセーブじゃないのか。あー、くっそ。まあ生き方もう分かっちゃったんで、余裕のよっちゃん。はいはいはい、全然いける。で、あそこの針が落ちてくるから。はい。飛んで向こうに戻るのかな。どうすりゃいいんですかね。この針は？ん？え？どうすんだ？おい。え？ん？足場をよく見て。あ、なんかあそこにあるな。あ、あ、気のせいか。あ、ありますね。あ、いけた。あう。え？ちょっと、くっそー、これで右に行っちゃわないとダメだったのか。オッケー、こっちにあるから、ただ、あの針落としておかないと危ないんじゃないかな。まずこう。で、右から行けよと。はい。お前にも判定あったよ。あえてもうあの針落とさないで行ってみようかな。どうやって行けばいいんだ、これ。あ？これセーブできた感じかな。
ちょっと待ってよ。あ、セーブできましたね。おい。じゃあ普通にこの文字は当たり判定ないのか。じゃあこっちでセーブしよう。はい。Z。ん？あ？どうした？しまった！ワープが！あのワープがないとここから出られないのに。とてもお困りのようですね。どうしたのですか？ん？ワープを落としてしまいました。あれがないとここから出られないんです。それは大変ですね。私が力になりましょう。いつも攻撃してくんのにな。あなたが落としたのはこの金のワープですか？いや、違いますね。僕が落としたのはミクちゃんです。違います。では、この銀のワープですか？これ、いや、それも違いますって言った方がいいのかな。まあ、セーブはできてるんで、違います。あ、この普通のワープですか？うん、それも違う気がします。あ、もしかしてこのワープですか？それだ！何が違うの、今のと。助かりました。ありがとうございます。待ってください。あなたはとても正直ですね。いや、嫌な予感。正直者のあなたには、金と銀のワープも差し上げます。いらねえ。ワープがこんなに、どれかが正解なのかな。本当にありがとうございます。それではお気をつけて、さようなら。どれに入りゃいいんだろう。金入ってみます？金。うわ、上下超えねえとダメなやつ。いった。にゃっ！あっ！え？え、これで終わり？マジで？やった！にゃっ！くっそー！もう金のワープでいいよ、落としたの。それだ。嘘をつくのね。嘘つきは嫌いです。じゃあ最後までやんないとダメじゃん。金じゃないです、金じゃないです、金じゃないです、銀でもないです。普通のなんだけど、それも違う気がすんだ。はい、それです。はい、正直だからさ、くれ、もう全部。はい、本当にありがとうございます。さよなら。え、銀だったらどうなんだろう。うわ、銀はこうなんのか。ちょっと待ってよ。よっしゃ、なんだかんだで、またこれ取ってさ、最後上下になるじゃん。あぶね、よし、いったいった、いやほい、やった。遊んでくれてありがとう。死亡回数36、作った人レーセンさん、ランク不合格ってことか。はい、というわけでセーブデータ選択画面の方に戻ってまいりました。先ほども出ていました通り、クリア時のデース数が36回、クリアタイムが13分36秒と、これぐらいでいい、本当にこれぐらい簡単でいいわ。すっごいね、いい癒しになりました。もう最近やってるアイワナがね、難しすぎるっていう。なので、皆さんもね、ご存知のアイワナ、おすすめのね、アイワナ、これぐらいのでいいです。これぐらい簡単でいいんで、もう短編でもね、長編でも何でもいいんで、どんどんね、リクエストをおすすめしてください。そうしましたら、もう優先的にね、プレイさせていただきますんで。と、まあ、これにて、初見殺し避けたいは完全クリアになります。もうね、極めたいっていう人はね、デス数ゼロで、クリアしてみてもいいんじゃないでしょうか。とにかくね、とっつきやすいアイワナだったと思います。初心者の方にもね、おすすめできるアイワナなので、ぜひプレイしてみてください。というわけで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また別のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。